はい、おはようございます、理事長のジョーダです。今日はね、まあ、夏もね、だいたい終わりになってきましたけども、夏の魚でね、美味しいお魚、そう案内してきたと思います。まずはね、高知県ね、高知県からね、シイラね、すごい鮮度のいいシイラ、ちょっとね、サイズは小さいんですけども、シイラ来てます。シイラはね、見た目こんなんなんですけども、とてもね、皮を引いてお刺身も美味しいですし、特にね、火を入れた方が、美味しくなります。特にね、まあフライにしたりとか、ね、ムニエルにするとすごくね、美味しくなります。高知の方はね、みりん干しにしたりとか、フライにして、ぬたね、にんにく入りの、酢味噌みたいなのをね、入れて一緒に食べたりします。ね、ほんでね、シイラはね、オスメスがね、よくあります、ね。ちょっとね、ここの頭のとこ見たらね、角張ってるやつがね、オス、ね、なだらかになってる、頭がなだらかになってるやつがメスになります。まあ、こんな感じでね、オスメスも、あ、これオスやメスやみたいな感じでね、またもうちょっとサイズが大きくなったらね、また分かりやすいんで、まあ、そういうとこも見てもらえたらなと思います。そしてね、また夏のね、お魚だったらね、まあ、これも高知県からね、はい、ね、メイチダイね、メイチダイ、これね、やっぱ美味しいです。でね、天然のタイよりもね、本当に甘くてね、脂も乗ってですね、結構ね、あのスーパーではなかなかね、ないですけども、飲食店とか、ね、小料理屋さん行ったらね、このメイチダイね、お作りで出されるとかあったらね、まあ、かなりいいセンスしてると思いますんで、ね、美味しいお魚味わえるんじゃないでしょうか。まあ、こういうメイチダイなかなか珍しいですけども、こういうのもね、また見かけたら、ね、食べてみてください。はい、今日は以上です。ありがとうございます。はい、おはようございます。なかなか、暑い日がまだまだ続いております。まあ、少しね、朝晩少し涼しくなってきてますけども、お昼間は危険な暑さが続いております。今日はですね、そんな中でも順調よく入荷しております。さあ、ご覧ください。こちらの方、四国愛媛県からですね、天然ブリが入荷しております。こちらの方ね、確認させていただきました。まあ、内臓脂肪もきっちり入ってましたしね、とても鮮度のいい状態で届いております。こちらの方もね、店頭で、お腹の方ですね、お刺身お作りで販売されて、また背の方もね、綺麗な脂が乗ってましたんで、こちらもお作りで販売されると思います。ぜひね、お買い求めください。今日もたくさん販売してますよ。はい、そしてですね、こちらの方行きましょうか。兵庫県はね、坊勢の方から入荷ありましたヒゲ剃り台です。こちらの方もね、珍しいお魚ですけれども、実はね、とても甘い美味しいお魚です。もちろん煮付けにしても美味しいんですけども、一番のおすすめはね、お作りです。とてもね、やっぱり暑いです。暑い時はね、お作りでこうさっぱりとこう食べてくださったら美味しいです。あの、こちらの方ね、サイズはね、これぐらいなんですけども、本当にこれよく超えております。こちらの方もね、店頭に並んだらね、お見かけになったらぜひ食べてみてください。お作りです。なんせむちゃくちゃ美味しいです。はい、続きましてですね、こちらの方行きましょうか。千葉県からキハダマグロが入荷ありました。ご覧ください。はい、ちょっと見てみましょうか。こちらの方はね、産地の方できっちり処理をした上で、届けてくれます。もちろんね、産地の方でもしっかり確認した上で、中央市場利州の方にね、届けてくれてます。さあ、見てみましょうか。うわー、綺麗です。はい、とても綺麗な状態で届いております。
今ね、マグロの方とても安くなっております。こちらの方もね、お作りと柵で、販売されると思います。お作りでね、ぜひ食べてみてください。むちゃくちゃ美味しいです。こちらの方ですね、はい、少し脂乗ってますね。はい、まあ、こういった感じでですね、今日はお作り商材がたくさん店頭に並ぶかと思います。ぜひね、夕方に、ね、なれば少し涼しくなるんでね、ぜひ、スーパー、また百貨店、お魚屋さんでね、美味しいお魚をお買い求めください。はい、今日の案内は以上です。どうぞ。はい、おはようございます。本日の、活魚は、天然のクエを紹介いたします。はい、はい、こちらは、天然のクエで、産地が長崎です。サイズは、7キロ8キロサイズで、キロ単価が、キロ6000円ぐらいの商品でございます。こちらも、料理人屋さんとかがよく好んで買っていってくれます。この時期には、珍しい商品でございます。はい、本日の商品は以上でございます。ありがとうございました。おはようございます。今日は冷凍のアオリイカゲソこれはインド産になります。でこれは加熱用になりまして、調理方法は、焼く、まあ、蒸す、炊く、まあ、揚げる、等々、まあ、お客様のお好みでその用途に合わせて、はい、調理方法いろいろ考えてもらえたらと思います。はい、おはようございます。本日の、まあ商品案内ですけど、今回はちりめん山椒、まあ、小筋のいいところを全部寄ってで甘辛く炊いています。で、まあ、山椒が入ってますんでピリッとしてぬくご飯とかに乗せて食べていただいてもいいですし、あとおにぎりに入れていただいてもいいですし、あと、まあ、サラダとかそういうふうなに混ぜて和えていただいても美味しいかと思います。もう一点は、まあ、ちょっとお茶漬けとかそういう風なに入れても山椒のピリッとした辛みがあってお茶漬けにも合うと思います。はい